るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる？くるぶしです。ちょもらです。イエーイ、オッケー。結構短い感じでいきましたね。よっしゃー、初心忘れるかどう最近。いやー、あのですね、うん、この間ちょもちゃんのライブにも見に行ったんですけども、うん、嫁も一緒に行ったんですよ。ありがとうございますで、結構ちょもちゃんのリスナーからもですね、うん、嫁話しかけられて。あ、ほんまに、はい、すごい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。その前にもうほら、うん、月曜日から夜更かし、月曜から夜更かしで、そうやそうや、顔バレてんねや、顔がバレてるんで、うん、で、結構話しかけられたんですけど、うん、まあ見てもらった方は分かると思います。結構ね、お腹が、うん、沖縄でだね、大きくなってきまして、うん、まあ順調にね、うん、うん、今回はですね、うん、何をやるかというと、うん、あるものを見つけたんですよ、今回も。また見つけた。すーぐあるもの見つけてくるから。もうやめてよ、マジで。はい、それが早速紹介したいと思うんですけど、じゃあこちらになります。出産直後の美人若妻のブラジャーの香り入浴剤。またろくでもないもん見つけてきたわ。長え、なんで、出産直後の美人若妻のブラジャーの香りを再現。はい、しかもここ表面にはですね、何度も実験と研究を、検証を重ね、リアルな香りを再現しましたと。今の、まあ、うちの嫁も今妊娠中ですけど、まあ、出産直後、もう少ししたら、まあそうなるんですけど、の女性のブラジャーの香りの、する入浴剤ということでですね、まあ、クルチョもですね、香りシリーズっていうのは、ね、前回というか、前にもやってますけども、まあ、ひどい目にあった。うん。いや、俺、これもう、ほんまに悪い予感しかしてないよ。マジで？これ、しかも、天下のソフトオンデマンドさんが出してる。絶対あかん。マジで？いや、絶対大丈夫でしょ。ジョークグッズって書いてない。ジョークグッズ書いてなさそうだ。ああ、そう。真面目に作った。俺は絶対にいい匂いだと思うの。女子高生のジャージの香りエグかったで。いや、あれはの匂いしかしなかったんだけど、まあ俺もさ、嫁と一緒に洗濯してるけど、まあ、まあ柔軟剤にもよるけど、うん、まあいい匂いなの。ということは、うん、兄ちゃんのブラジャーを匂ってるってことですね。っていうことで OK ですか？ OK です。で、後ろにはですね、うん、同じ団地で暮らすあの綺麗なお姉さんに、最近子供が生まれたらしい。ああ、美乳を味わっている赤ちゃんが羨ましい。もう変態変態の頭の中、これ。いやー、気持ちわかるよ。奥さんのおっぱいを吸いたいっていう願望はない。ないないないし、うん、そのなんていうんだろう、うん、まあそれを飲んで育ったからあれですけど、うん、人から出る、うん、母乳、うん、はちょっと、ちょっと無理かも。きついってこと？うん、やし、うん、人に限らずかな。その乳と呼ばれるもの、牛乳でも、え、牛乳も、牛乳は冷やしてたらやっぱいいけど、うん、やっぱそのままの状態、体温の状態出てこられたら、うん、きついかな。ギッチギチに温めるか、キンキンに冷やしてもらわんと、中途半端な38度とかで出てこられたら、うん、めっちゃ気持ち悪いかも俺。あ、そう、うん、あー、でも俺母乳絶対飲むと思うけど。ということでですね、うん、こちら今日はですね、うん、お風呂の中に入れるんじゃなくて、うん、ちょっとボウルに移してですね。そっか、入浴剤なんやな、これは。そうなんですよ。母乳入浴剤ならまだわかるよ。あ、その母乳を浴びたい人とか母乳に浸かりたいっていうならわかるけど、ブラジャーの香りやろ。そうやんな。湧いてんな。どいつもこいつもマジで。ブラってでもほら、男子にはないパーツじゃない。結構やっぱり俺は好きですけどね。うん、俺らだってフロントホック正雄だから。懐かしいの。これをですね、はい、ボールかなんかに入れていただいて、はい、じゃあちょっと疑似体験してみたいと思います。ドーン、オーマイゴー、よいしょー。メール打ってた今。
ボウルにお湯準備してまいりました。お湯レディ、お湯レディ。いやなんかでもこれちょっと新妻が持ってそうなボールですね、このこの半透明な感じ。いいじゃないですか。じゃあ早速こちらをですね入れてみます。うん、じゃあ、うん、開封してどうすかね。あ、これがめっちゃいい匂い。なんか入浴剤っぽいね、普通に。てか逆におばあちゃんの匂い、うん、若干ね。じゃあちょっとはい適量を入れてみましょう。そうですね。じゃあ、これ。ああ。こんなもんかな。ああ、じゃないですか。ああ。あ、めっちゃ。あのね、普通にこのお風呂入りたい。うん。全然いいね。ちゃんと入浴剤の匂いする。だからこういうのが一番リアクション取られるんだよって。もう臭いであってくれよ。確かにね。あ、でもこれいいわ。いい匂いやね。うん、でもやっぱり若干のおばあちゃん感がある。あるな。あるな。おばあちゃんやんな。うん、このパッケージ見ながらだったらちょっと。ああ、いや、おばあちゃんやろ。90点前くらいのおばあちゃんの匂いです。いや、マジで。え、これ舐めたらダメなのかな。いやー、ガンノちゃん、本品は食べられませんって。あ、まあ、死なんやろうけどな、ちょっと舐めるぐらい。まあまあね、ちょっとだけ舐めていいですか。いいよ。あの、ちょっと興奮。あ、あ、じゃねえ。今飲もうとしたやろ。セクシーな匂いに俺ちょっと今引き込まれそう。おばあちゃん、おばあちゃんのセクシーな。いや、おばあちゃんって言われるとダメなんだな。いや、でも普通に、あれじゃないですか。あの、いや、まあまあ、全然これのお風呂に入れるわ。ねえ、超おすすめ。これいくらだったっけな。300円ぐらいだったと思うんですけど。うん、まあちょっとね、新妻のブラジャーの匂い気になる人ですね。ぜひ一回これでお風呂入ってみてください。もうこんな、このお風呂に浸かりながらしこってもいいしね。ブラジャーつけて入ったらいいね。あー、最高。これマジでおすすめ。めっちゃいい匂い。もうこれステージドリンクにしたいもんね。ほんまやめてる、そういうこと言うの。ライブするとき差し入れ入る。しかもわからんようにペットボトルとかにされる。やめてくれよ、ほんとに。待ってる。ということで、今回はですね、出産直後の、美人若妻のブラジャーの香り入浴剤、二人で嗅いでみたということで、はい、これ買ってね、お風呂入ったって方、また教えてください。チャンネル登録、よろしくお願いします。ね、ということで、また見てね、バイバーイ。左口だけもまして。最近やってます。最高でした。そうか。なら良かったよ。